深浦町立大都瀬中学校は、青森県西津軽郡深浦町北金ヶ沢にある、公立中学校。生徒数は43人。旧深浦町の北側を学区とする、一級壁地学校に認定されている。関、岩坂、田野沢、風大瀬、北金河、沢、柳田。大都瀬中学校には、相撲部があり、2012年現在、4人の関取を、 排出している。全国平地学校、東北ブロック、全国平地教育研究連盟、2021年6月19日閲覧。深浦町、中学校、高等学校校歌集、ハット ABCDEFGH、青森県教育市、別館903ページ、学校遠隔中学校大都瀬中学校、ハット AB。 深浦町市、下二212ページ ABC、日本海中部地震の記録141ページ、1983年6月付読売新聞記事、及び148ページ、1983年8月24日付、道の区新報記事から参照。AB、深浦町市年表ふるさと深浦の歩み694から696ページ AB、ギャカム。 深浦町立大都市中学校、ありがとうございます。